今日は、10月9日、竹森1個給食完成しましたって言わんか完成したのこれで、ほぼ竹森5給食、ほとんどほぼ完成しました。右の端からぐるっと見せるか。右の端、上のそのすねこから。スマホのとこは全部空気の通り窓。そして左にずっと。そしてそこの下が展望台。水浴場。水浴場。こっち来るか、水道場。水道来てます。水道は来てます。そこ水道場。蛇口が見えない。こうやね、ここです。ここです。で、ここでお風呂。お風呂。そのまま上上げたら、上上げる。あと映るかな。ちょっと映りますよ。ちょっともうだ、問屋中で、問屋は8枚目ぐらいだったかな、9枚目ぐらいだったか、問屋中ですけども、2022年 RB05832 メス BC スイートハート吉田健治作所現竹森一個ロフト種場と2024年全国エスピジョン、多分教会から連絡では4位やっていう話です。2024年ベルギー王立愛教家協会会長賞レースバト9月号33ページ、令和6年春季800キロ桜花賞レース宝球地泊村役場参加19厩舎、197羽、総合3位、分速104m、期間2日目、令和6年春季600キロ地区ナショナルレース宝球地奥入瀬参加37厩舎、687羽、総合20位、分速1234m、令和6年春季400キロレジョナルレース宝球地湯の浜参加42厩舎、936羽中、総合8位、分速1264、参考文献愛嬌の友2019年、冬も32ページから33ページ、レースバト協会、2024年9月号ページ92ページと、33ページ、これが、北陸在来の下道さんの血統から全国エースピジョンが2羽生まれました。うちにいるのは今年なったエースピジョンです。スイートハートは女の子としてはちょっと大きめかな、中の大っていう感じかな。筋肉はやや柔らかいっていう感じかな。ちょっと向こうやろうか。伸ばそうか。向こう、向こう行くよ。ハト向こう行くよ。あちゃ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 。あちゃちゃちゃ。あちゃちゃちゃ。うん、お利口さんやね。
本当にお利口さんやわ、この子ら。初めて来た九州やけどね、本当にお利口さん。ん、そっち乗る？そっち乗る？ん、そっち乗るか？ん、よっしゃ。これが、うちでつけた名前が、スイートハート、優しい心、巣箱、一つしかありません。寂しい。寂しい。将来も3つか4つ、4つぐらいにしとこうかなと思っています。ちょっとくるりと回転だけしようか、厩舎。厩舎は2坪。展望台1坪。その子のとこは空気穴ね、うん、もう一回ハトの方戻ろうか。よっしゃ。ああ、あちっとも。やっぱりちょっとまあ想像でしかまあ言われんけども、吉田さんとこの桜花賞優勝とこの鳥と比べると、桜花賞優勝の方はもうちょっと細身に向いて、こっちもうちょっと細身やったね。この鳥の方がちょっと何ていうかパワーがあるって言うたらいいのか、どう言うたらいいのか難しいね、表面ね。体は竜骨の先端から船底みたいに尾っぽの先までもう綺麗な一直線みたいな鳥です。赤リハそこに映ってるのが映るけどいいのかな。あ、反射しとる、うん、映ってるのか。こう下に行ったら暗くなる。もう一回向こう。もうね、人間に慣れとるっていうのかね、一つも止まんないじゃん今に。もうちょっと見せて。で、オスはうちでつけた名前がライオンハート。血統書はまだ来てないですが、このスイートハートのずーっと電球の本当の電球の下道さんとこの孫がこの鳥です。これはもう弾丸みたいな体してる黒こんのもうちょっと戸屋がね、上がってからまたね、うん、ちょっと鳩暗いのかな。ほんとやね、もうちょっと前進したんだったらどうや。そっと前進すればもっと前進して、多分あんまり逃げんわ。ちょっとやっぱ掴んだ感じは稚内の鳩とはやっぱちょっと違うね。スピードバードに近いような感じで稚内の鳩とは違うわ。初めて来てもこんなにすっごい慣れとるやろ、うん、もう手出しても触れそう、うん、もう初めて来たキリシャなのにね、うん、本当にこの子おとなしいっていうのか性格がこんなんかねえ。吉田さん九州に入ってる時間が長いから、うん、そんなんかね、うん、両方とも垣根来年
品作ってみます。まだおばねもまだもうちょっと問屋途中やから、もうちょっと、もう2週間ぐらいしたら全部スキッとするわ。2週間ぐらいしたらまた取ります。でそうか、はい、おしまいです。あ、ちょっと待って。